市の未来に希望の光を。三重苦の奇跡の人、ヘレン・ケラー。見えない、聞こえない、話せないという三重苦を乗り越えたヘレン・ケラー。これは暗闇の中で孤独だったヘレンと彼女を支えた教師サリバンの挑戦と希望の物語である。1880年ヘレン・ケラーはアメリカ・アラバマ州で生まれた。わー、ウータン、ウータン。ヘレンは賢く大人たちを驚かせていたが、1歳7ヶ月の時、熱病により光と音を失い言葉を話せなくなってしまった。両親はヘレンのための教育者を探し、紹介されたのがアン・サリバンだった。今日から私がヘレンの先生よ。D、O、L、L、そうよ。これは指の形でお話しするための指文字っていうの。きっと助けてあげられる。あなたは輝きに満ちた世界に包まれている。そのことを伝えたい。ヘレンは賢いわ。必ず単語に意味があるとわかる。ヘレン、 W、A、T、E、R。W、A、T、E、R。 そうよ、ウォーター、水よ。わかったのね、ヘレン。私は T、E、A、C、H、E、R。 あなたの先生よ。ヘレンは物事には名前があると理解し、知識を広げていく。この手を通して世界中の物事が私の中に流れ込んでくる。そしてヘレンは家族と離れ新たな挑戦をする。私はみんなと声でおしゃべりがしたい。私の口や舌の形を手探りで覚えてね。喉の振動を指先で感じるの。もう嫌、苦しい。言葉を声に出すことがこんなに難しいなんて。でも、お父さん、お母さん。辛い練習の末、また一つ世界とのつながりを手に入れた。さらにヘレンは障害を持たない一般の学生たちと同じ授業を受け、ハーバード大学入学を果たしたのだった。私、作文が好きだわ。自分の半生をテーマに書いた作文が雑誌に連載され、23歳の時に一冊の本となり、私の生涯として出版。ヘレンの名は世界中で有名になった。障害に悩む人と世の中をつなぐことが私の使命だとしたら、それを生涯の仕事にしたい。ヘレンは発声の練習を重ね、自分の声で世界に訴え続けた。私の教育に両親や先生が大きな愛を注いでくださったように、障害がある多くの人々に教育の機会を作ってほしいのです。ヘレンは各地で講演を行い、多くの人に希望と勇気を与えた。しかし、寄り添い続けたサリバンが徐々に体調を崩してしまう。先生は私の分身。いつかいなくなるなんて考えたくもないのに。そんなヘレンの活動を求め、日本人夫婦がアメリカまでやってきた。ぜひ日本に来て私たちの活動に手を貸してください。ヘレン、どうか日本へ行ってお上げなさい。これはあなたにしかできないことよ。そう言い残し、サリバンはヘレンを導き支え続ける人生を終えた。先生、約束通り日本へ向かっています。ヘレンの来日は日本中が注目する一大センセーションとなった。その後も2度の来日を果たし、日本の福祉を発展させた。世界中の障害者に堂々と生きる勇気と希望を語りかけたヘレン・ケラー。どうか皆さんもその手のランプの灯火を今少し高く掲げてください。見えない方々の行く手を照らすために。
ヘレン・ケラーは今もなお世界中の障害者の希望の光となっている。ワクワク人物資料館、ヘレンを支えたサリバン先生を紹介しちゃうよ。14歳の時に盲学校へ入学。実はサリバン先生も失明状態から手術によって弱い視力を取り戻した人なんだ。この経験がヘレンの教育に生かされたんだね。世界の偉人を楽しく学べる角川漫画学習シリーズ、漫画人物伝ヘレン・ケラー。思わず夢中になる面白さ、だから歴史が好きになる。セットで読むと理解が深まるよ。他の人物伝動画もチェックしてね。